豪華客船で優雅な船旅というのもいいですね。ここでも男の方の視線が熱いけど、今日は一人を楽しみたい気分かな。お断りするのは心苦しくもあるけれど、どこか興奮します。こんな立派な船で南国リゾートに行けるなんて夢みたいね。そんな風に言っていただけるとチケットをお譲りした甲斐がありますわ。そのエリザだって知人から譲ってもらったんだろ。確か一家揃って急用で行けなくなったとかで。ふん、そうして4人分のチケットをポッと譲ってもらえたのも私の人徳あってのことですわ。ありがとうございます。たまにはこうしてみんなでのんびりするのもいいものね。おい聞いてくれ、この船中に結構立派なジムがあるらしいんだ。軽く鍛えてくる。そういえば僕もさっき覗いてみたんだが、図書室の蔵書もかなりのものだったな。僕はそっちに行かせてもらうよ。さすが世界を旅する船だ。あんな学術書まで揃えているとはな。あらあら、青もアキサちゃんも。せっかくの船旅なのにいつもと変わらないのね。あの、実は私も先ほど船長にお願いして船の制御系を見学させていただくことになりましたの。赤もよろしければ一緒にいかがかしら。まあ、エリザちゃんまで。そうね、誘ってくれるのは嬉しいけれど、私はゆっくりと羽を伸ばすことにするわ。あら残念。まあいいですわ。全長400メートルの巨体を動かすテクノロジー、興味が尽きませんわ。はあ、本当にみんな自由ね。まあせっかくの夏休みですし、私も自由に贅沢に過ごすとしましょう。うわ、本当に潮風が気持ちいいわね。あ、でもきちんとお手入れしないと髪がボサボサになってしまうかも。あら、あら、嬉しいお声掛けですね。素敵なお誘いありがとう、おじさま。でもごめんなさい、今日は一人を楽しんでいたい気分なんです。ご機嫌を悪くなさらないでね。なんだ今のおじさんは。もしかして赤の知り合いか。別に知り合いというわけじゃないわ。旅先でのちょっとした交流よ。あらあら、さっきから熱い視線、気づいていないとでも思っているのかしら。ロマンチックですね。夜の海もきっと素敵だと思うわ。でもごめんなさい、いつもなら喜んでご一緒するのだけど、今日は珍しく一人が恋しいの。また誘ってね。なんだ今のやつは、またナンパか。ちょっと痛い目に合わせてこようか。煽ったら物騒なこと言わないの。私は特に悪い気はしてないわよ。今度はおじいちゃんね。さっきからそわそわしてる。
奥様の若い頃はさぞ美人だったのですね。まあおじいちゃんったら、そのお誘いはとっても嬉しいけれど、おばあちゃんに悪いでしょ。こんな可愛らしい旦那様を横取りしてしまうのは申し訳ありませんし、ごめんなさい。男っていくつになってもああだらしないのかしらね。赤も赤ですわ。ああいうのはもっと強く突き放さないと後が大変ですわよ。いいんですよ、姫ちゃん。ああいうおじいちゃんとお話しするのも私は嫌いじゃないわ。それにここだけの話、あんな風にお誘いを断るのも私って罪な女なんて気がして、なんだか新鮮でドキドキしちゃうの。赤にも困ったものですわね。火遊びもほどほどになさいな。面倒なことになっても私知りませんからね。都会の景色を見慣れているせいかしら、一面の大海原を見ていると、まるで世界が海の底に沈んでしまったかのように思えるわね。って、あら？何の騒ぎかしら？あの方たちは元気がいいわね。のんきなことを言っている場合か。何かと思えば、どうやら騒動の原因は赤、君にあるみたいじゃないか。で、どうするんだ。あの剣幕じゃ当分収まりそうにないぞ。別に男どもの喧嘩なんてどうでもいいですけど、他の火種が私の友人というのはあまり気持ちのいいものではありませんわね。そうね。他のお客さんに迷惑もかかってしまいますし。ごめんなさいね皆さん、ちょっといいかしら。そのお答えはまだできません。ただそれぞれ素敵な人でしたので、私もつい未練があるような、そんな言い方をしてしまったんです。あらあら、困りましたね。だったら一つ提案があります。男らしく私をかけて正々堂々の勝負というのはどうでしょう。ただ体力的にはハンデのある方もいますよね。ですので、この船にあるカジノでポーカー勝負をして決めるというのは。勢いで飛び出していったな。これでしばらくは静かになりそうね。私って本当に悪い女なんて。あ
うか。僕は初めて心から君のことを怖いと思ったよ。まさしく魔性の女ですわね。すまん、俺からはノーコメント。あらあら、みんな揃って一文なしに。でもそんなになってまで私のところに来ちゃったんですね。皆さんが本当に私のことが好きなんだってしっかりと伝わってきました。私それがとても嬉しいです。だから今夜は特別に皆さんいっぺんにお相手しちゃいます。もうそんなにズボンの上からわかるほど立たせてやる気満々みたいでよかったです。それじゃあおじいちゃんには私から入れてあげますね。夏といえばやっぱり水着ですよね。ちょっと露出を多くしただけで男の人が目の色を変えるんですもの。もしかして触りたいんですか？じゃあ日焼け止め塗ってもらおうかしら。あ、もう少しでずれ落ちちゃうところでしたね。残念。